こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているメランジ、こちらのネイビーブルー、こちらは年中使えるカラーだと思うんで、こちらで膝掛けワンでいこうと思います。アクリル 100%、 60g 108m 入っています。かぎ針が7号から8号ですね。で、こういうのを使っていきます。中から糸を出していきます。はい、中から取り出してきて、で、今回10号で編んでいきます。で、こういう風に糸を回してグッと締めて、ここから鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編み編んでいきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを84目決めてきました。これは6の倍数で決めました。で、6の倍数84プラス1します。この1は最初のこの長編みの分を編みました。で、長編みを編んでいくので、ここから1、2、3立ち上がって糸をかけて、ここの3目目は1つとして数えていくので、この根元ここも外して、外したところから1、2、3個目、ここの裏、この裏を向けて糸をかけて長編み編んでいきます。で、最初の立ち上がり3目はマーカーつけて進めていきますね。ここ1つ目っていうことで、長編み1つ編んだことになってます。長編み1つで糸をかけて、同じところにもう1つ編んで、で、鎖編みを2つで糸をかけて、同じ目に長編みを2つします。1、2、それで最初長編み1つ編んだことになっていて、次鎖編みをせずに長編み2つ編んで、鎖編み2つ、長編み2つを同じところに入れてます。で、糸をかけてこの裏山をずっと取っていきたいので、1、2、3個目、ここに針を入れて長編み、長編みしたら糸をかけて1、2、3個目、ここの裏山を取って、長編みを同じところに2つ、長編み2つで鎖編みを2つします。で、糸をかけて同じ目に長編みを2つします。1、2、そしたら次は糸をかけて、この入ってないところから1、2、3個目、ここの裏山に長編み1つで、また糸をかけて1、2、3個目、ここに長編みを2つ、1、2、同じところに長編みを2つして、鎖編みを2つで、糸をかけて同じところに長編みを2つ、1、2で糸をかけて、また1、2、3個目、ここに針を入れて長編み1つ、この繰り返しをずっと編んでいきます。このセットで2つ開けて、次は長編み1つで、またこのセット編んで、この鎖編み2つ開けて長編み1つっていう繰り返しをずっと最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で、このセットを編んだところです。長編み2つしたので、また糸をかけて1、2、3個目、一番最後のこの裏山を取って長編み1つで終わります。それで1段目完成です。で、また立ち上がりを1、2、3して2段目始めます。で、裏返しにして、で、ここまた1つ目っていうことでマーカーつけていってもいいですね。マーカーつけて、で、糸をかけて、次はこの前段で鎖編みで穴を開けたところ、ここに長編みを2つで始めます。1、2、2つしたら鎖編みを2つ、前段と同じように編んでいきます。糸をかけて同じところに長編み2つ、1、2で、干したら糸をかけて、前段のこの長編みの足、ここをすくって、この長編み表引き上げ編みします。で、糸をかけて、ここの V の中は同じ柄を編んでいきます。同じ長編み2つして、で、鎖編みを2つして、糸をかけて同じ目に長編み2つ、1、2
で次は前段のこの長編みが入ってる足に糸をかけて表引き上げ編み、表引き上げ編みを編んだら、また前段の長編みと長編み2つずつの間糸をかけて同じ柄を編みます。長編み2つで鎖編み2つ糸をかけて同じ目に長編み2つ1、2そしたら糸をかけて前段の長編みの足を糸をかけて引き抜いて表引き上げ編み、この繰り返しをずっと最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで2段目も編んできました。で、このセットを編んだところで一番最後を糸をかけてこの鎖編み立ち上がり3のとこマーカーつけてると思うんですけど、ここの頭に、まあ、裏の裏山を手前に受けて向こう側を押すと2本かかっているので、ここを拾って長編みで終わります。これで2段目も完成です。で、また立ち上がりを1、2、3して裏返しにして、ずっと裏返し裏返し編んでいこうと思います。で、また鎖編み立ち上がり3目のところにマーカーをつけていってもいいですね。で、ここで糸をかけてまた前段のこのセットの中に長編み2つして、で、鎖編み2つで糸をかけて同じところに長編み2つ1、2で、次は向こう側に引っ込んでるんですけど、この長編みの足が、これは糸をかけてスーッとこの表引き上げ編みで拾っていこうと思います。長編み、表引き上げ編みで、セットをまた編んで2つ長編みで、鎖編み2つで、糸をかけて長編みを2つ1、2で、次はまた向こう側にこの長編みの足があるんですけど、ここにこういう風に横に拾って表引き上げ編み、こんな感じでずっと交互に裏返し裏返し編んでいきます。で、一玉終わったところで、ここ一番最初のところ平らで、一番最後こうギザギザになってるので、合わせるためにこのこういう方向でまたつなげて編んでいこうかなと思っているので、またそこでお伝えしていこうかなと思います。それでとりあえず一玉分編んでいこうと思います。はい、こんな感じでずっと編んできて、まあ、結局ね2玉つなげました。で、2玉目がこの辺で終わったので、まあ、3玉目をつなげたんですけど、つなげてここで終わってて、っていうのもここからまあ幅的に2玉こちら側からずっと編んでいこうかなと思ってここで止めてます。で、一番最後ずっと編んできて長編みのところで終わってます。こんな感じで、で、鎖編みを1つしてぐっと止めて、そしたら長めに糸をカットして、で、スッと抜いて、まあ、糸始末は全部一番最後にしていこうかなと思います。で、最初のこの鎖編みで始めたところ、ここは平らで、まあ、今ギザギザなので最後ギザギザで合わせたいので、こちら側からずっと最初言ってた通り進んでいきますね。まあ、どういう風に進めていってもいいと思うんですけど、まあ、ずっとこういう風にこういうところは向こう側がある状態で進んできたので、こういう風な感じで進めていきます。なので糸が残っている方がこの右手に来るように持ってきました。で、ここの鎖編みのところは鎖編みで始めていこうと思います。これ3玉目ですね。それでこういう風に糸もちょっと長めに置いてつなげます。ここで引き出してきて鎖編みを1、まあ、一回だけちょっと巻き込んどこうかな。両方巻き込んで、2、3で始めていきます。またここを一つ目っていう形で見ていきます。で、糸をかけて、ここの穴のところに、長編みを2つ。長編み2つしたら、鎖編み2つ。糸をかけて、同じ目に、長編み同じところに2つ。2つしたら糸をかけて向こう側になっているところを手前に持ってきて、表引き上げ編みで糸をかけてこの穴のところに長編み同じところに2つで、鎖編みを2つ
糸をかけて鼻内と口に長編み2つ。これでいい感じになるんじゃないかなと思うので、で進めていきますね。でまた中心から2段でいって2玉つなげてそこで終わろうかなと思います。まあ、この幅に対してこの長さも、まあ、正方形がね最近私の中でハマってて可愛いので正方形、まあ、ちょっと長くなるか浅くなるかもわからないんですけど、そういうところもお伝えしていけたらなと思って、で2玉編み切りっていうところで終わりにしようと思います。一番最後もここちょっとお伝えしようかなと思いますね。ここまで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで編んできました。でここでまたこの穴のところに同じセット編んでいきます。同じところに長編みを2つして、鎖編み2つ、糸をかけて同じところに長編み2つ、1、2、そしたら一番最後のここから1、2、3、鎖編み立ち上がり3っていうところ、まあ、こういう風に見たらこの根元のところに編んでるんですけど、こういうところを通って引き抜きじゃないよ糸をかけて長編みですね。これで終わります。であとはもうずっと同じ1、2、3、鎖編みで立ち上がって糸をかけてこの山のところがあれば長編みを2つしてずっと同じように編んでいきます。2つして糸をかけて同じところに長編み2つ、これで同じように取っていけると思うんですよね。糸をかけてまた向こうに引っ込んでいるので手前に引き出して表引き上げ編み、これでずっと同じように編んでいきます。はい、こんな感じでこちら側も反対側も2玉目つなげて、で編めるところまで編んできました。もう一度編めないかなと思ったのでここで止めてます。で長編みしたところで終わります。でここでベランってなるので鎖編みを1つしてグッと止めて、でいつもと同じように糸始末していきます。あ、色がね黒っぽいから見えてるのか見えてないのか見えにくくてすいません。これでグッと締めて、まあ、いつもと同じですね。針に糸を通して、まあ、返し返していつものように糸始末していきます。一応こちら側に全部糸を足してつなげた時は糸を出してたのでこちら側に糸始末していきますね。全部糸はカットしてます。これで中側に糸の端を持っていきます。こういうふうに、まあ、どういう糸の糸始末してもいいと思うんですけど、糸の糸始末糸始末の仕方でもいいと思うんですけど、まあ、こういうふうに、ね、ちょっと引っ掛けながらこの中側に持っていきますね。こんな感じで何回かしたのでここでギリギリでカットします。で完成です。まあ、中心部分はこうパカッとした感じにはなってるんですけど、これまたいい感じかなと思います。結構ね色が飛んじゃって結構白っぽく見えてるかなと思うんですけど、結構しっかりしたネイビーですね。これでサイズを一応測っておいたらここが65センチぐらいで、この幅、どっちが幅か。この、まっすぐになってるところが、こうですね。こうが59センチぐらいになってます。結構たっぷり大きめに作ったので、まあ、1枚としてもあったかいと思うし、こうやって二重にして使うこともできるんじゃないかなと思います。ここでも、こういう感じでもいいですね。こんな感じに使えます。まあ、大きさもいろいろ好みによって変えて編んでみてください。糸はどれぐらい使ったかというと、ね、4玉、言ってた通り4玉で、で、これぐらい残ってます。こういうところも何か参考にしてみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。